リッチモンドは、ロンドン南西部リッチモンドアポンテムズロンドン特別区にあるタウン、地区。テムズ川中流域に位置するロンドン西南部郊外のテムズ川東岸に位置する地域。高級住宅地であり、リッチモンド公園、川沿いレストランや伝統的なパブも多数存在する。リッチモンド宮殿、1562年パークゲート、ハウスリッチモンドの名は、 16世紀に建てられヘンリー7世が、見休みしていたリッチモンド宮殿に由来する。ヘンリー7世も、エリザベス1世もここで生涯を閉じた。その後、共和制の短い一時期を除いて6代にわたる、王家の巨書内市宮廷であった。宮殿のほとんどは、新京都革命の際に、オリバー・クロムウェルによって1649から1659年にかけて破壊された。現在、 宮殿の名残は1501年の赤レンガパレスゲート、ハウスがリッチモンドグリーン、リッチモンドグリーンに認められるに過ぎない。リッチモンドは文学にも関係が深い。パラダイスロードに立つホガースハウスにはバージニア・ウルフと夫のレナード・ウルフが1915年から1924年に住み、文芸史上、名高いホガースプレス社を創業した。この出版社はやがて ブルームズベリーグループに関係する重要な書物をはじめ T.S. エリオットの荒レ地を出版するなど文学史的に画期的役割を果たした。ロンドン地下鉄、ディストリクト線、リッチモンド支線及びロンドンオーバーグラウンドのリッチモンド駅。ありがとうございます。